Python Python は、汎用のプログラミング言語である。コードがシンプルで、扱いやすく設計されており、C 言語などに比べて、様々なプログラムをわかりやすく、少ないコード行数で書けるといった特徴がある。文法を極力単純化して、コードの可読性を高め、読みやすく、また書きやすくして、プログラマの作業性とコードの信頼性を高めることを、 重視してデザインされた汎用の高水準言語である。核となる本体部分は必要最小限に抑えられている。一方で、標準ライブラリーやサードパーティー製のライブラリー、関数など様々な領域に特化した豊富で大規模なツール群が用意され、インターネット上から無料で入手でき、自らの使用目的に応じて機能を拡張していくことができる。 また Python は多くのハードウェアと OS、プラットフォームに対応しており、複数のプログラミングパラダイムに対応している。Python は、オブジェクト指向、命令型、手続き型、関数型などの形式でプログラムを書くことができる。動的片付け言語であり、参照カウントベースの自動メモリ管理、ガベージコレクターを持つ。これらの特性により、Python は、広い支持を獲得し、 ウェブアプリケーションやデスクトップアプリケーションなどの開発はもとよりシステム用の記述、スクリプトや各種の自動処理、理工学や統計、解析など幅広い領域における有力なプログラム言語となった。プログラミング作業が容易で能率的であることはソフトウェア企業にとっては投入人員の節約、開発時間の短縮、ひいてはコスト削減に有益であることから、 産業分野でも広く利用されている。Google など主要言語に採用している企業も多い。Python のリファレンス実装であるク u p y t h o n はフリーかつオープンソースのソフトウェアであり、コミュニティベースの開発モデルを採用している。ク u p y t h o n は非営利団体である Python ソフトウェア財団が管理している。その他の実装としては PyP や IAnPython などが有名である。Python は オランダ人のグイド・バン・ロッサムが開発した。名前の由来は、イギリスのテレビ局 BBC が制作したコメディ番組、空飛ぶモンティ・パイソンである。パイソンという英単語が意味する、爬虫類の二ヘ蛇が、パイソン言語のマスコットやアイコンとして使われている。パイソンは、インタプリタ上で実行することを前提に、設計している。以下の特徴を持っている。 パイソンの最初のバージョンは、アモエバ上で開発された。後に、多くの計算機環境上で動作するようになった。パイソンには、複数の実装が存在する。パイソンのリリースはすべてオープンソースであり、PSF、Python ソフトウェアファンデーションライセンスとして、配布されている。これは、GPL 互換であるが、GPL と異なり、 変更したバージョンを配布する際に変更をオープンソースにしなくてもよい。もともとは、アノエヴァの使用言語である、ABC 言語に、例外処理やオブジェクト指向を対応させるために作られた言語である。1991年に、バン・ロッサムが Python0.90 のソースコードを公開した。この時点ですでにオブジェクト指向言語の特徴である、継承、クラス、 例外処理、メソッドやさらに抽象データ型である、文字列、リストの概念を利用している。これは、マジェラ -3 のモジュールを参考にしていた。1994年1月、Python 1.0を公開した。主な特徴として、関数型言語の基本であるラムダ計算を実装、マップ関数、リデュース関数などを組み込んだ。バージョン1.4では、 コモンリスプにある機能とよく似たキーワード引数を導入した。また、簡易ながら名前就職を用いたカプセル化も実装した。2000年に公開、ガベージコレクションやユニコード、リストを導入した。一躍メジャーな言語となった。多くの機能は、ハスケルを参考にして導入している。2.6以降のバージョンには、2X から 3X への移植を助ける。 2-2-3ツールと、リブ2-2-3モジュールを含んでいる。2-X のサポートは2020年までとされている。2008年、長い試験期間を経て、Python 3.0が公開された。開発初期には、西暦3000年に公開予定の理想の Python として、Python 3000と呼んでいた。Py3K と略すこともある。 しかし 2X との広報互換性が損なわれている。当初は 2X に比べて 3X が利用できるライブラリー等が著しく少ないという問題点があったが、ジャンゴなど徐々に 3X に対応したフレームワークやライブラリーなどが増えていったこともあり、2016年時点においては新規のプロジェクトについて 3X で開発することが多くなっている。2015年11月に リリースされたフェドラ23や2016年4月にリリースされた Ubuntu 16.04LTS ではデフォルトでインストールされる Python のバージョンが 2X から 3X に変更されている。Python には読みやすく、それでいて効率も良いコードをなるべく簡単に書けるようにするという思想が浸透しており、Python コミュニティでも単純で短いコードを良しとする。 傾向が強い。Python の本体はユーザーがいつも必要とする最小限の機能のみを提供する。基本機能以外の専門機能や拡張プログラムはインターネット上にライブラリーとして提供されており、別途ダウンロードして保存し、必要なツールはこのツールキットからその都度呼び出して使用する。また Python では p ー r l の あることを行うのに一つ以上の方法があるという哲学とは逆にある動作をさせる方法は基本的に一通りしかないように作られている。そのため Python のプログラムは誰が書いても大体どれも同じようなコードになり作成者以外が見ても動作を把握しやすい。また Python ではプログラムの文書化ソフトウェアドキュメンテーションが重視されており言語の基本機能の一部となっている。 インデント、オフサイドルールが特徴的である。以下に会場を題材に C 言語と比較した例を示す。Python のコード、わかりやすく成形された C 言語のコード。この例では、Python と成形された C 言語とでは、プログラムコードの間に違いがほとんど見られない。しかし、C 言語のインデントは、ルール、公文規則上のものではなく、単なるコンベンション。 コーディングスタイルでしかない。そのため C 言語では全く同じプログラムを以下のように書くこともできる。わかりにくい C、Python ではインデントは公文規則として決められているため、こうした書き方は不可能である。Python ではこのような強制を課すことによって、プログラムのスタイルがその書き手に関わらほぼ統一したものになり、その結果読みやすくなるという考え方が、 取り入れられている。これについては、賛否両論があり、批判的立場の人々からは、これはプログラマがスタイルを選ぶ自由を制するものだ、という意見も出されている。インデントによる整形は、単に、見かけだけではなく品質そのものにも関係する。例として、次のコードを示す。間違えた、C。このコードは、C 言語の公文規則上は、問題ないが、 インデントによる見かけの if の範囲と言語仕様による if の実際の範囲とが異なっているためプログラマの意図が曖昧になる。この曖昧さは検知しにくいバグを生む原因になる。ソースコードを読む際、多くの人はインデントのような空白によって明確に整列されたコードを目安として読み、コンパイラのように公文解析しながらソースを読むものではない。その結果、 一見しただけでは原因を見つけられないバグを作成する危険がある。Python ではインデントをルールとすることにより人間が目視するソースコードの理解とコンパイラの公文解析の間の誤差を少なくすることでより正確に意図した通りにコーディングすることできると主張されている。Python のデータは動的に型付けされる。値自身が型を持っており変数はべて 値への参照である。基本的なデータ型として、整数型、多倍調整数型、不動小数点数型、複素数型、文字列型、ユニコード文字列型、論理型、そして関数型がある。多倍調整数型は、メモリの許す限り無制限の桁数で、整数計算が可能である。さらに組み込みのコンテナ型として、リスト型、タップル型、辞書型、 連想配列のほか、値の重複を許さない集合型、Python 2.3以降がある。Python 3X 以降では、整数型が多倍調整数型と統合され、従来の文字列型とユニコード文字列型に変わり、バイト列型と文字列型が導入された。リスト型および辞書型は、内部の値を後から変えられる、変更、可能が、 タップル型は一度構築したら内部の値は変わらない。変更。不能。タップル型とリスト型は多くのプログラミング言語では配列と呼ばれるものに類似している。しかし、Python ではタップル型は辞書のキーとして使うことができるが、リスト型は内容が変わるため辞書のキーとして使うことはできないという理由から、これら二つの型を区別している。集合型には、 変更可能なものと変更不能なものの2種類がある。多くのオブジェクト思考プログラミング言語と同様、Python ではユーザーが新しく自分の型を定義することも可能である。この場合、組み込み型を含む既存の型を継承して新たな型、クラスを定めすることもゼロから全く新しい型を作り出すこともできる。Python は基本的にメソッドや 関数の引数に型を指定する必要がないので、内部で必要とする演算子やメソッドに対応していれば、関数やオブジェクトの設計時点でいいとしていなかった、オブジェクトを引き渡すことも可能である、いわゆるダックタイピングが可能。Python はガベージコレクションを内蔵しており、参照されなくなったオブジェクトは自動的にメモリから破棄される。クパイソンでは、 ガベージコレクションの方式として参照カウント方式とマークスイープ方式を併用している。マークスイープ方式のみに頼っている言語では、オブジェクトがいつ回収されるか保証されないので、ファイルのクローズなどをデストラクタに任せることができない。クパイさんは参照カウント方式を併用することで、循環参照が発生しない限り、オブジェクトはスコープアウトした時点で必ず、 デストラクトされることを保証している。なお j イさんよびアイアンパイさんでは、マークスイープ方式を採用しているため、スコープアウトした時点で必ずデストラクトされることが前提のことだと j イさんやアイアンパイさんではまさしく動かない。イテレータを実装するためのジェネレータが言語仕様に組み込まれており、Python では多くの場面でイテレータを使うように設計されている。イテレータの仕様は、 Python 全体に普及していて、プログラミングスタイルの統一性をもたらしている。Python では扱えるデータのすべてがオブジェクトである。単純な数値といった基本的なデータ型をはじめ、組み込みのコンテナ型、組み込み関数など、これらはすべて統一的な継承関係を持つオブジェクトであり、型を持っている。これらの組み込み型とユーザ定義型は区別されず、 組み込み型を継承したクラスを定義できる。上のデータ型の項で述べたように Python は性的な型チェックを持たないため Java のようなインターフェースという言語上の仕組みは必要とされない。クラスの継承、メカニズムでは複数の規定クラスを持つことができ多重継承、同質されたクラスでは規定クラスの任意のメソッドをオーバーライド、上書きすることが可能である。 また、オブジェクトには任意のデータを入れることができる。これらのメソッドやデータは基本的にすべてコディセ1であり、コディセ2、仮想である。ただし、先頭にアンダースコアを持つメンバーをコディセ3とすることができる。これは単なるマナーであるが、アンダースコアを2つ持つ場合は、クラスの外部からメンバーの名前を隠された状態、ラン、合化とすることで、 カプセル化を実現できる。また、利用者定義演算子が機能として用意、されておりほとんどの組み込み演算子、算術演算子や添え字表記は、クラスインスタンスで使うために定義することが可能となっている。Python には、電池が付属していますの思想があり、プログラマがすぐに使えるようなライブラリーや統合環境をあらかじめディストリビューションに含めるようにしている。このため、 標準ライブラリーは非常に充実している。サードパーティによるライブラリーも豊富に存在する。マイナーなものまで含めると多すぎて収集がつかない。Python パッケージインデックス、PIP と呼ぶ公式のパッケージリポジトリを導入した。Python は当初1バイト単位での文字列型のみ扱い、かな漢字のようなマルチバイト文字をサポートしていなかったが、Python 2.0から、 ユニコード文字型が新たに導入された。Python 3.0では文字列型がバイト列型にユニコード文字列型が文字列型に変更された。従来は文字列の表現方法として2通り旧文字列型と旧ユニコード文字列型があったが、これを1通り新文字列型イコール9ユニコード型に統一し旧文字列型は単なるバイト列型として 再定義された。これにより、Python 3.0で文字列を扱う際には口述の変換処理を必ず行う必要がある。ファイル入出力などエンコードを明示しなければ、標準エンコードを用いて暗黙に行われる場合も多い。これにより、多言語の扱いを一貫したものにしている。Python では、文字のバイト列表現、エンコーディングというニコードの内部表現を明確に、 区別している。ユニコード文字はメモリ中に放置される抽象的なオブジェクトであり、画面表示やファイルへの入出力の際には、変換ルーチン、コーデックを介して、特定のエンコーディングのバイト列表現と相互変換する。また、ソースコード中の文字コードを認識する機能があり、これによって異なる文字コードで書かれたプログラムの動きが異なるという危険を解消している。 Python では変換ルーチンをモジュールとして追加することで、様々なエンコーディングに対応できるようになっている。日本語の文字コード EUC-JP-SHIFT-JIS-MS932ISO-2022JP に対応したコーデックも作成されている。Python 2.4からは日中韓国語用のコーデックが標準でディストリビューションに含まれるようになったため、 現在では日本語の処理に問題はほとんどなくなった。ただし GUI ライブラリーであるタケンターや統合開発環境のアイドルはプラットフォームにもよるがまだきちんと日本語に対応していないものもあソースコードの文字コードは ASCII と互換性があり Python が対応しているものを使用する。デフォルトエンコーディング以外の文字コードを使う場合はソースファイルの1行目か2行目に 一定の書式でコメントとして記述することになっており、しばしば以下のように EMAX や VIM などのテキストエディタにも認識可能な書式で記述される、次の例 EMAX が認識できる書式。Python は主に欧米の企業でよく使われている。大企業では、Microsoft や Apple などのパッケージソフトウェア企業をはじめ、Google、Yahoo、YouTube などの企業も利用している。 また携帯電話メーカーのノキアでは S60 シリーズで Python アプリケーションが動く。研究機関では NASA や日本の高エネルギー加速器研究機構で Python が使われている。適用範囲は Web プログラミング、GUI ベースのアプリケーション、カナダドル、3D モデリング、数式処理など幅広い分野に及ぶ。さらにスクリプト言語としての特性から従来パールや シェルスクリプトが用いられることの多かったシステム管理用のスクリプトとして採用している OS も複数ある。また、多くの異なる言語で書かれたモジュールをまとめるクルー、言語とての利用例も多い。実際、多くの商用アプリケーションで Python は組み込みのスクリプト言語として採用されている。また、ナンピ、サイッピーなどの高速な数値計算ライブラリーの存在により、 科学技術コンピューティングにもよく用いられる。ンピ、サイッピーの内部は C 言語で書かれているために動的スクリプト言語の点の一つである速度の遅さを補っている。Python は教育目的で設計されたわけではないが、単純さから子供が最初に学ぶプログラミング教育用の言語としても利用が増えている。グイド・バン・ロッサムは Python 設計以前に教育用言語である。 ABC の開発に関わり、教育用としての利用について、期待感を示したこともあり、方針として、非技術者向けといった利用を視野に入れているとされることも、ある。私の大好きな Python 利用法は、騒ぎ立てずに、言語教育で、プログラミングの原理を教えること。それを考えてくれ、次の世代の話だね。スラッシュドットジャパン、グイド・ファン・ロッサムへのインタビュー。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。